トンちゃんはもう飲んでます。ね、トンちゃんは乾杯。お疲れさん、まあ、なんとかスタンプも集めきってね、せっかくなんで白梅町の犬分にも行ったんですけど、納豆に何も買いませんでした、まあ。トンちゃんの元職場なんでね、ちゃんと授業員もいましたね。 ね、とちゃん。はい。大きい方のとんちゃんです。前も言ったようにとんちゃん分裂することができるんで、ね、3体に。なんかの決気術だと思います。駄菓子をめっちゃ買いました。巻いた時はこのうどんのシリーズがいろいろあったんですけど、ね、ラーメンとか。なんかだいぶなくなってました。ああ、こう、駄菓子を。 食べながら今日はドがのんびり過ごしてね。僕もあと二日仕事行って。終わったら、ピーズのライブがあったり、日本酒イベントがあったりで、学習会っていう。そんな感じの週末でございます。これね、なんか、その映画座で500円買ったら口引けるんですけど、今回のスタンプラリーのやつで。そこ乗車券買ってたからか。それでやれるんですけど、結局ね、二人ともこのガムでした。 このタイプの顔も久々に見たの。これがね、あの、ね、乗車券なんですよね。乗車券に見えないですけど、ちゃんと裏にこう書いてます。こういう感じでね、書いてます。スタンプラリーイベントはね、えー、っと、来年も豊島台で1月15日ぐらいまでやってるみたいなんで、皆さんもよかったら行ってみてください。とりあえず僕は駄菓子を食べます。